まずね、じゃあ、まあ、内藤博士はちょっと置いときましょうね。あの、内藤豊ね。はい。まあ、置いといて、あいつね、あの、犯罪のセクハラっていうのを、あの、ハンドルネームにしてやつ。まずね、セクハラキット、お前ね、シロ、お前、あれ、汗からみぐるくんとかが、ウリタが、復帰戦でお前ってやってくれるって言ってんだよ、ウリタ純志が。ね、あの、年末盛り上がるからお前出ろって言ってんだよ。な、俺がそれで言ってくれって、みたいな感じで。お前出ろよ。お前、ちょっと YouTube でアンサーしろよ、とりあえず。それみんな待ってっから。お前、言えよ、お前。で、お前なんでこういうことになるか分かってる？なあ。お前が関東連の、な、それで2戦目も3戦目も決まってっからよ。お前2戦目西川と3戦目お前、あれ、吉村分かる？な、洋画喧嘩会の頭の。なあ、吉村がやってくれるって、吉村くんが。分かる？なあ、お前1試合目も2試合目も3試合目ももう決まってるよ、お前。お前、やってくれるって言ってんだから出ろよ、お前。アンサーしろよ、お前。なあ、なんでこういうことになるか、お前自分で心当たり分かんない。さっきテレパシーでずっと話してから分かるよな。なあ。なあ、お前がよ、年末、お前西山と仲良くしてるからって、この話終わんねえかんな、お前。なあ、俺、渋谷なんで、あんね、あ、セクハラなんか一回も渋谷来たことねえからよ。なあ、ダウンタウンデラックスに2回出てんだよ。なあ、俺がいいって言ってんだよ。みんな後輩出てんだろ、洋画喧嘩会の後輩とか、歌系の後輩も。なあ、あと無限とかノーティーとか。わかんないの？お前わかんねえのかって言うんだよ。ねえ、セクハラがウリタとやるって言えばもうそうなるから。だけど、あいつはどうせ受けねえだろっていう話なんだよ。だからこっちからそういう風になるのはおかしいじゃん。俺が言ってんだけど、関東連の後輩だから。わかるよ、ウリタも含めて。関東連の後輩なんだよ。西川っていうのは洋画喧嘩会の1個下の後輩なんだ。頭ね。で、その次、吉村君って3個下かな？の頭かな？洋画喧嘩会の。1試合目も2試合目も3試合目。お前喧嘩強いとか言ってたよな、俺に。なあ、負けねえんだろ、俺に。なあ、それってお前逆に、お前それかお前の後輩全員、俺の文句言ってんだろ？何人も。で、戦マスラをやれよ、お前。なあ、こっちでお前らが逆らえないぐらいの人間集めてお前やってやるよ、お前。なあ、お前ら俺一人でやってやるよ。お前だけ、お前らが変な動きしねえようにやって、こっちガードを固めてやってやるから。ねえ、戦マスラをか、なあ、その年末の、なんだっけ、ブレイキングダウンか。盛り上がるからって言ってくれてんだよ、お前。ウリタ純志が、お前、復帰戦でお前とやってくれるって言ってんだよ、お前。なあ。セクハラ、お前やれよ、お前。なあ、アンサーしろよ、お前。お前が言ったんだろ、関東連、なあ、見立てたち潰したって言ったんだろ、お前。なあ。なあ。なあ、お前、美味しいよ、お前。ウリタやってくれて。お前、絶対勝てないと思うけど。お前、ウルタも西川も吉村、絶対お前勝てないでしょ。だけど3回やったら超お前あれだよ。お前全部3回とも負けたらお前すげえ人気出るかもしんないよ、お前。絶対やった方がいいよ、お前。ウルタとお前、西川とお前、吉村3人なんかできたらお前超人気出るよ、お前。え？負けたけど。まあ、速攻負けると思うけどね、お前。100% 10秒ぐらいで終わるでしょ、絶対。お前やれよ、お前。